はい、それでは記者会見始めます。はじめにドローン前提社会の実現に向けたモデル事業を募集についてです。県では市町村や企業等と連携し、テクノロジーの力を活用して高齢化の進展などにより顕在化するさまざまな社会的課題の解決に向けた実践的な取り組みを推進しています。そこで県が目指すドローン前提社会の実現に向けて、ドローンのさらなる活用や県民の理解促進を図る企業の皆様からのモデル事業の提案を本日より募集します。対象とするモデル事業は、1、募集内容に記載のとおり、県内のフィールドにおいてドローンを活用して社会的課題の解決に取り組む事業提案です。具体的な提案イメージについて例に記載してありますが、あ、火山活動の監視や災害時の協力体制強化のための訓練や、う、山間部など不法投棄されやすい箇所の確認、き、交通不便地等での買い物弱者への物資配達などを想定しています。また県としては、3、支援内容にありますが、モデル事業を実施するフィールドの提供調整や必要な法令等の手続きの確認や関係機関への橋渡しの調整、さらにモデル事業の実施結果のメディア等を通じた PR を行います。その他、応募方法などの詳細につきましては資料記載のとおりです。多くの県民の皆様にドローンを身近に感じていただき、さまざまな分野でドローンが当たり前のように活躍するドローン前提社会の実現に向けた積極的な事業提案をお待ちしています。次に、江ノ島を自動運転バスが走りますについてです。県では相模ロボット産業特区の取り組みを中心に、ロボットの実用化や普及活用を進めることで、ロボットが社会に溶け込み命や生活を支えるパートナーとして活躍するロボットと共生する社会の実現に向けた取り組みを推進しています。この取り組みの一つとして、セーリングワールドカップシリーズ江ノ島大会の開催に合わせて、日本有数の観光地である江ノ島の公道において、今年も自動運転バスの実証実験を行います。昨年の小田急電鉄、江ノ島電鉄、SB ドライブ、先進モビリティに加えて、小糸電工、IHI と新たに連携することで、走行距離や信号連携等の条件面においてステップアップした形で行います。一般モニターの募集も併せて実施いたします。実証実験の日程は8月21日水曜日から土日を除く30日金曜日までです。ワールドカップの競技が始まる26日月曜日以降は、一般のモニターの方に試乗していただきます。運行ルートは、運行ルート図の通り、県立湘南海岸公園中部バス駐車場から江ノ島水族館前バス停を経由し、湘南港桟橋バス停までの約2キロを往復いたします。今回の実証実験では、一般車両や自転車、歩行者が行き交う環境での自動運転バスの走行検証及び実用化に向けたサービス面の検証を行います。昨年度の実証実験よりステップアップした主な点ですが、1つ目は、走行距離が約片道約2キロと昨年の倍になったこと。2つ目は、昨年はなかった途中のバス停を設置し、適切な位置にバスを停車させること。その他、路上駐車している車両の回避や信号機との連携を自動で行い、今回新たに設けた交差点での右折箇所では、交差点センサーにより対向車の情報をバスに送信し制御します。一般モニターの試乗については、8月5日月曜日10時から先着順で400人の応募を受け付けます。特設サイトからお申し込みいただけます。実証実験の初日、8月21日水曜日には私も試乗いたします。なお、報道機関向けの試乗時間も設けていますので、ぜひ取材にお越しいただきたいと思います。江ノ島が世界から注目されるこの危機を捉えて、自動運転を活用した公共交通の可能性を示すとともに、ロボットと共生する新しい社会の姿を神奈川から発信してまいります。次に、マグカル開放区と喝采2019が日本大通りを盛り上げますについてです。毎週日曜日、県庁前の日本大通りの歩行者天国では、
イベント等が開催されないときは、マグカル開放区として、音楽やダンスなどのパフォーマンスを自由に発表できる取り組みを行っています。このほど、8月17日土曜日と18日日曜日に開催される横浜 DeNA ベイスターズの喝采2019のヴィクトリーストリートの展開に合わせて、日本大通りでマグカル開放区 in 喝采を行うことが決まりましたので、お知らせいたします。喝采とは、横浜 DeNA ベイスターズが試合に勝って、ファンの皆様から拍手、喝采をいただけるようにとの思いを込め、開催しているイベントです。昨年からは球場を飛び出し、日本大通りを封鎖したどなたでも参加できる夏祭りイベント、ビクトリーストリートを開催しています。この喝采の開催に合わせて、県庁前の日本大通りで、マグカル開放区 in 喝采を開催いたします。本日からこのマグカル開放区 in 喝采で、音楽やパフォーマンスを発表する出演者の募集を開始いたします。多くの方を前にパフォーマンスする絶好の機会ですので、ぜひご応募いただきたいと思います。なお、応募方法は資料記載のウェブサイトをご覧ください。また、本庁舎前の敷地では、昨年の喝采で大人気だった子ども向けの野球に関連したキッズアトラクションのほか、巨大な DB スターマンの中で子どもたちが飛び跳ねることができるふわふわ遊具などを取り揃えたベースボールキッズアミューズメントを展開いたします。本日は DB スターマンがこの記者会見場に来てくれました。どうぞお入りください。はい、登場曲がないとなんかなんとなく寂しいですはい、どうもありがとう。DB スターマンは日本大通りに設置された喝采のステージにも登場し、日本大通りを大いに盛り上げてくれます。皆様ぜひ8月17日18日は日本大通りへお越しいただきたいと思います。 DB スターマンどうもありがとう。いい調子になってきてね、 3.5 ゲーム差に迫ってますから、この調子で頑張っていただきたいと思います。じゃあ DB スターマンどうもありがとうございました。はい、次に、この度警察庁の自殺統計をもとに、平成30年に神奈川県内で発生した自殺の統計がまとまりましたので発表いたします。平成30年に神奈川県内で自殺により亡くなった方は前年に比べ140人減少しまして1136人となり、平成10年以降最も少ない人数となりました。また人口10万人当たりの自殺死亡率は前年に比べ 1.6 ポイント減少し 12.4 となり、全国で2番目に少ない数字となりました。年代別では前年と比べ全ての年代において自殺者数は減少し、また原因動機別では健康問題、家庭問題、経済生活問題の順となっています。振り返りますと、私が知事に就任した平成23年は本県における自殺者数がピークの年でありまして、年間1852人にも上っていました。私は知事に就任してすぐに各分野の専門家、有識者の皆さんから重要な政策や課題についてご意見をいただく知恵袋会議というのを開いていたんですが、その中で自殺といったものが問題の一つとして浮かび上がってまいりました。そこで自殺をテーマとして県民との対話の広場、これを開催したところ、電話相談の通話料金が負担になっている、こういったご意見をいただきましたので、平成23年11月から心の電話相談をフリーダイヤル化しました。このほか県では身近な人の自殺の際に気づき専門家につなげるゲートキーパーの養成など、さまざまな取り組みを地域と連携して総合的に進めてきておりまして、この度の結果はこうした取り組みの効果が
現れたのではないかと考えております。しかし一方で依然として1000人を超える多くの方が自殺により亡くなっている深刻な状況が続いていますので、今後も引き続きしっかりと対策を進めていく必要があると認識しています。自殺はさまざまな要因が複雑に絡み合って起こるため、その対策も複合的にさまざまな取り組みを行うことが必要だと考えています。特に若年層については悩みを溜め込んでしまう傾向があること、また他の年代と比較して自殺者数の減少幅が少ないことから、今後県として SNS の活用など若年層が相談しやすい体制づくりの検討を進めていきたいと考えています。このように自殺を考える方が一人で悩みを抱えず適切な相談につながるよう孤立しない地域づくりのため、今後も総合的に対策を進めてまいります。次にセーリングワールドカップシリーズ江ノ島大会2019がデザインされた宝くじの販売についてです。8月25日から9月1日までセーリングワールドカップシリーズ江ノ島大会2019が開催されます。それに先立ち8月7日から8月20日までこの大会をデザインした、こちらのような宝くじが発売されます。図柄は江ノ島と富士山を背景に青空の下ヨットやウィンドサーフィンが颯爽と駆け抜けるワールドカップをイメージしたデザインとなっています。なおこの宝くじは1枚100円で1等賞金1000万円です。神奈川県内のほか東京都を除く関東中部北海道東北地方の各県および三重県で販売いたします。宝くじの収益金は県内の公益的な事業に活用されますので、この機会にぜひ県内でお買い求めいただくようお願いしたいと思います。知事出席使用行事につきましては事前に送付した資料のとおりですけれども、そのうち2件コメントしておきます。まず本日16時40分からベテランフェスタイン神奈川2019と神奈川フェスティバルインハノイ2019の共同記者会見を行います。今年で5回目の開催となりますベトナムフェスタイン神奈川2019と、昨年に引き続きベトナムハノイにおいて開催する神奈川フェスティバルインハノイ2019について、中日ベトナム社会主義共和国ブーホンナム特命全権大使と共同で記者会見を行います。会見にはアンバサダーの上野優香さん、スペシャルサポーターの曽根幸恵さんも出席する予定です。ぜひ取材にお越しいただきたいと思います。次に8月3日土曜日11時から JR 辻堂駅直結のテラスモール湘南において、いよいよ1年を切った東京2020大会を盛り上げるため1年前記念イベントを藤沢市とともに開催します。オープニングイベントでは私と鈴木藤沢市長とリオオリンピックのセーリング日本代表伊勢田めぐみさんがトークショーを行います。大会マスコットのミライトはソメイティも応援に駆けつけてくれますので、ぜひたくさんの方にお越しいただき、オリンピックに向けてみんなで盛り上げていきたいと考えています。プラシカの発表は以上です。ご質問があればどうぞ。幹事社の神奈川新聞です。よろしくお願いします。はい、私の方からですね、自殺統計の方でご質問させていただきます。平成29年はですね、下がってきたところで若干あったで、平成30年が平成10年以来、最小となったというところで下がってるわけなんですけれども、昨年平成29年が若干上がって、で今回下がったというところは、何か新しい手を打たれてこういう結果になったのかどうか、その認識とですね、でもう一つ先ほど若年層 のところで、SNS 活用などを検討したいということでしたけれども、具体的にそのスケジューリングとかですね、方法といったものは何かお考えあるでしょうか。はい、この28年か29年ちょっと上がってまた下がったということですけど、特に何か新しいことをやったわけではないんですよね。基本的なこう減る傾向にあったのがちょっとこう一瞬上がりかけたんですけど、それをまた抑えたということで、もう全体的にこう減ってくる傾向というのは変わってないと考えています。SNS を使っての相談ということ、これは具体はこれからですけども、LINE というのをいろんな形で使ってますからね、LINE の使用というのも検討の中に入れていきたいと思っています。管理者のテレビ神奈川佐藤です。
江ノ島の自動運転バスのことをちょっと伺いたいんですが、本番までにはレベル4を目指しているという話だったと思うんですけども、改めてそこへの課題、まあ、今回の実験で課題が出てくると思うんですが、課題と、まあ、期待というものを教えてください。はい、今年度の実証実験はですね、昨年度から2歩3歩前に進んでいますけれども、それでもやっぱり緊急時にはドライバーが手動で運転することとしています。2020年のオリンピック開催時にはですね、まあ、運転手が操縦に関わらない、まあ、完全自動運転に、まあ、より近い形での走行を、まあ、目指してまいりたい、そういうふうに考えております。まあ、これはどうやって目指してくるか、まさにそのことを検証するための実証実験でありますから、実際に走ってみて想像もしないことが起きるかもしれないし、その辺は実際にやってみてからということだと思いますね。まあ、去年私も実際にあのバスに乗って、あ、バスというものはこういうものかと思ったんですけども、まあ、普通の自動運転走行の車と何が違うかというと、あのバスの事故というのはあのバス自体がどっかの何かでぶつかるとかそういうことよりも、あの車内で起きることが多いらしいですね。だから、急な停車でそのバスの中の人が立って歩いたりしてますから、その時にこう転んだりとかですね、いうふうなことが、まあ、起きる可能性があると。だから、そういったことが起きないようにということで、去年は遠隔でこうチェックしながら運行するというようなことをやってましたけども、あれがさらにこのレベルがどこまで上がってくるのか、しかもまああのあそこはご承知の通り非常にその歩行者が多く歩いているところですからね、あれだけたくさんの歩行者の動きっていうのはなかなかこの想定できないようなこともあるかもしれませんから、そういったあたりを全てこうじっくりと本当のその完全運転できるかどうかといったところ、実証実験でしっかりと検証してもらいたいなというふうに思いますね。ありがとうございます。すみません、日刊工業新聞の大原と申します。ドローン前提社会をに向けたモデル事業の件でお伺いしたいんですけれども、神奈川県の方ではあの他のロボット支援事業というのも用意しているかと思うんですね。あの相模のトークとかもありますし、そういった他の支援策と比較したこの今回の支援策の、まあ、特徴といいますか、そういったところがあれば教えていただければと思います。はい、外務省課長です。ご手元にお配りしている記者発表資料、裏面をご覧いただきたいんですが、3の支援内容を先ほど用意させていただきます。まず7の、モデル事業を実施するフィールドの提供調整、ドローンはもうすでに商品化されているものが非常に多いんですが、まだまだ活用できる場所が少ないということがありますので、そういったところの消費者の方とも我々紹介していただく、それからもう一つ、ドローンを使うときに実際どういうところに申請を出したらいいかとか、どういうところと調整したらいいか、まあ、ここについても我々行わせていただきたいと思っています。最後なんですけれども、そういった要素はですね、動画で撮影させていただいて、それをいろんな県民の方にこう PR させていただく、まあ、その3つお手伝いさせていただくことです。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ各社どうぞ。はい、東京新聞の新村と言いますが、はい、ドローン前提社会のモデル事業の募集については、これフィールドの調整っていうのは政令市も含むってことで考えて大丈夫なんですか。何を政令市も含むっていうフィールドの調整、はいはい、含んでいるところで大丈夫ですかね。知事として特にこういろいろこう募集内容でやりますけれども、特にこの社会課題をかつ、解消するためにっていうのは何か特別な狙いってございます。いろいろこう例えば都市部で使ったらできることと、特に地方で必要とされることっていうのはドローンっていろいろこう使い道があると思うんですけれども、特にここの部分に期待を込めているのか、何かあれば教えていただければ。このドローン前提社会というその言葉自体がですね、ある種の物語っていると思うんですけども、ドローンが飛んでいくのがもう当たり前になっているという、そういう社会をもうあらかじめ我々は想定しながら進んでいこうということをですね、これドローンについてすでにさまざまな機種がですね、商品化されておりまして、また市場の規模、これも2018年の931億円から2024年には5倍以上の5000億円に拡大するということが見込まれているということですね。今後はだからその商品化されたドローンが社会に普及して定着することを課題と考えておりまして、そういった意味でも今回のモデル事業に期待をしているところであります。この今の市場規模を見ていただいてもですね、まさにそのどっかの部門だけにということではなくて、幅広いところでこのドローンがさまざまな生活のサポートをしてくれるような、そんな時代、それを作っていきたいなというふうに考えています。
神奈川県としてこういろいろ支援内容を3つ挙げ大きく3つ挙げていただきましたけれども、仮にその何らかトラブルが発生しただとか事故が発生した場合のその責任割合というのはどうなっていらっしゃいますか。どうなってますか。創生課長です。今回のモデル事業にあたりましては、提案していただく事業者の方から誓約書こちらをいただく形になっています。で安全上の配慮について十分注意していただくようになっています。以上でございます。ということは何らか の, そのリスクに対する責任はもちろん事業者が持つというそういう理解ですか。はい、そうです。ありがとうございます。はい、どうぞ。産経新聞です。自殺者の話なんですけど、ちょっとこれ事務方の方になるかもしれないんですけれども、先ほど知事 の, 就任時平成23年がピーク352人とおっしゃってましたけれども、平成9年以前も含めてこれはピーク時期になるんですか。どうですか。精神的な担当課長です。その通りでございます。ありがとうございます。それで、今回、現地したということなんですけれども、何かこう当面の数値目標のようなものは出られていらっしゃるんでしょうか。自殺者の数ですからね、これ数値目標本当はゼロですよね。やっぱりね、一人でも自殺で亡くなるなんて方がなくすっていう社会を目指していくということは基本だと思いますね。これ今、1000人ちょっとなったから、じゃあこれをね、800人にしましょうって言ったら、なんか800人は死ん自殺してもいいっていうみたいなニュアンスになりますから、目標はゼロですね。なんかこう期間を区切って何年までにゼロを目指したいとか、5年後このくらいこのくらいっていうような、そういった目標というのはなかなかそれはね、電源切ってなかなか難しいでしょうけどね、やっぱりそれはしっかりと目指していきたいなというふうに思いますね。ありがとうございます。はい、どうぞ。毎日新聞の木下と申します。本日は午前中の記者発表で、医療番頭に根田大輔が思いと期待を聞かせていただけるか。おかげさまでこの神奈川発の未病コンセプトかなりこう普及してきたなというような実感をしていますけれども、これをもっともっと広く普及させてですね、そして一人一人の皆さんが未病改善ということに意識を持って取り組んでいただいて、そして皆さんが健康になっていただくということを進めていきたいと思っています。そんな中で、県はさまざまな形でその皆さんにメッセージが届くような仕掛けをいろいろ考えているわけでありますね。その中でこの三浦大輔さんが未病番長という形で就任してございました。本当にありがたいことだなという思っています。今日の来ていただいての話の中でも出てきましたけども、そのやっぱり野球の選手にとって要するに毎日毎日がやっぱりこのグラデーションだというか、調子がいい時もあれば悪い時もある、それを少しでもいい方に持ってこようとする日々の努力が大事なんだと、それまさに野球の選手の生活そのものだとおっしゃってましたね。ですから未病コンセプトというのはもう本当に自分も応援したいということだというふうにおっしゃってくださいました。でやっぱりああいう非常にそのインパクトのあるですね方がこういう未病しかも番長というね形で就任してくださるということは、これまでこういった問題あまり目を向けてこなかった皆さんもこのメッセージが届いていくことになるんじゃないかなと思って大いに期待をしているところであります。はい、じゃあ、自殺の関係、数値目標の関係で補足があります。はい、青春の県庁担当課長です。30年の3月に県の計画を作りまして、5年間計画でございますけれども、5年間の間で自殺の死亡率を 15% 減少するという計画にしております。で15% 減少して28年の 14.6 から平成33年に 12.4 にするということでございますけれども、こちらにつきましては人口動態統計調査の方での数字というふうになっておりまして、今日 の, 発表は警察の統計でございますので、ちょっと概念が異なります。で人口動態統計調査につきましては9月の発表、記者発表はしませんけれども、国の方の発表が9月になっております。で違いつきましては、警察統計は神奈川県内で亡くなった方、他県の方も含めて神奈川県内で亡くなった外国人も含めた数というふうになっておりますけれども、人口動態統計につきましては神奈川県 の, 住民の方が、日本の方で、住民の方がですね、他県でも亡くなった方ということで、そちらの数字としての数
数値目標は定めておりまして、そちらにつきましては、28年の 14.6 から、平成33年の 12.4 まで やるというところを計画に定めておるところでございます。以上でございます。消費増税とか、今日の、会見の内容とちょっと移るんですけど、消費増税の関係で、ポイント還元という形でいろんな中小企業の、商店などが、加盟して、今後10月以降、クレジットカードだったりスマートペイ使うと 5%、2% が 5% 還元を受けるっていう、施策があって、で先日、中小企業の中小の商店街の一部が、公表されたんですけれども、その関連でその一方、現金で決済が馴染み深い高齢者の方が多い地域とか、あとはそのセブンペイのなんていうんですかね、こう、ハッキングされたりとかっていう被害もありますし、県として何かこうそういったスマートペイの普及に向けてできること、もしくは課題というのがあれば教えてください。これはそういうキャッシュレス化というものを進めるということについては、神奈川県前からそういう宣言をしてですね、取り組みを進めているところでありますね。それをさらに加速させようというのが、その消費税増税時の一つの方策となっているようでありますけれども、基本的に我々神奈川県としては、このキャッシュレス化を進めていくという大きな方針には変わりがありませんから、さまざまな形でこれを支援していきたいなというふうに思っています。知事 の夏休みみたいなのがあれば、ちょっと予定と何か来週夏休み取らせていただきます。何をされる予定とかってあるんですか。プライベートしたい、思いっきり英気を養っていきたいと思いますね。関連ですけど、何日間ぐらい取られる予定ですか。いつまでだっけ。13日月曜から、来週月曜から、来週の月曜まで、来週の13日14日までだっけ。13日火曜日13日火曜日まで。各社よろしいでしょうか。